落日の遺跡に真実がある。神学者ルーチーの手記にあった言葉だ。彼は炎を守りし一族を研究し、一族の末裔バドスに殺された。バドスの過去に何があったか、事件の真相を暴くには炎を守りし一族を調べるほかない。そう考え、私はこの町に赴いた。失礼、旅の者ですが。ん？なんだい？落日の遺跡をご存じないでしょうか？知らねえ、そんなものは。そうですか、失礼しました。誰もそんなものは知らねえ。され。遺跡の名を出したとき表情が引きつった。私の顔に何かついていますか？失礼、私はある遺跡を探していまして。そんなものは知らん。あんた何者じゃ？聖火教会の神官です。東大陸のフレイムチャーチから来ました。三日月の首飾り。この町に炎はいらん、去りなされ。やはり歓迎されてないな。この町の人間は遺跡について口を閉ざし、聖火教会の者を拒もうとしている。なぜだ？やれやれ、慎重にことを進めなければ。ひとまず宿を取るか。炎じゃ。炎じゃ。異なる炎の信徒が踏み入った。お告げの通りじゃ。炎は災いじゃ。遺跡に近づけてはならん。この地より消し去らねば。主の命に従って。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。テメノス、僕だ！何事だ、ロイ。こんな夜更けに
教ではなさそうだが。テメノス、僕はもう教会を信じられない。教皇の他に信頼できるのは君だけ。教皇に拾われた中だ。君には打ち明けておきたい。この弓は黒血球。教皇と共に教会内部を調査し手に入れたものだ。こいつはこの世にあってはならない。壊そうとしたができなかった。どうしても。ロイ、落ち着きなさい。僕はこの弓を隠しに行く。もし帰らなければ君が後を頼む。教皇を頼って。テメノス、教会は何かを隠している。とてつもない何かを。ロイ、またあの夢か。ロイ、君は帰らなかった。君が言った教会が隠していることとは、教皇は教えてくれなかった。私を危険から遠ざけて。調査を再開するか。あの、もしや聖火教会の方では？やっぱりそうだわ。そのマント、東で見たもの。私はリエザ、旅人ですの。町外れへ行きたいのだけど、近頃賊が出るらしくて。へえ、それは物騒ですね。一人では心細いわ。エスコートしていただけませんこと。神官様がいてくださればきっと安心だわ。聖火は何者も等しく照らします。いいですよ、導いて差し上げましょう。まあ頼もしいわ。迷える羊よ。行くぞ。開始。悪くないアプローチだ。邪魔だ。
こちらの番だな。ごめん。ほよ。私の獲物だ。プランを考えよう。いいでしょう。はっ。信じてましたよ。演算終了。勝算はある。ここまで来れば安心よ。ありがとう、神官様。とっても頼もしかったわ。身に余るお言葉です。よく見れば可愛いお顔よね、神官様。あなたのたくましい杖も見てみたいわ。ねえ、お疲れになったでしょ。杖を鞘に収めないと。結構です。そもそも杖は鞘に収めるものではありませんよ。旅人というのは嘘ですね。あなたは町の人だ、リエザさん。何？その三日月の首飾りが見えました。町のほとんどの人が同じものを身につけているようですね。わざわざ嘘をついたのは別の用があるからでは？侮れないね、あんた。なぜ私を狙った？私たちは月影教、主の命に従っただけよ。罪なき旅人を襲わせるとは、立派な神もいたものです。落日の遺跡、あなたたちがどうしても隠したい場所のようですね。ですが、あなたの探検には迷いが見えました。
リエザさんにとってこの行いは本意ではないのでは？神官様は何でもお見通しなのね。これはきっとお導きかしら。案内するわ。ついてきて。こっちよ。ここが落日の遺跡。本当の名は軽遺跡というの。炎をお守りし一族、軽族が築いた場所だった。軽族。私は同志を裏切った。でも後悔してないわ。神官様と出会ったのは主の導き。私にお与えになったのよ、罪滅ぼしの機会を。罪滅ぼし。あなたの探し物はきっとここにあるわ。さあ行って。感謝します、リエザさん。どれ。壁画かなり古いな。これは確か建築士バドスの入れ墨と同じ文様だ。炎を守りし一族、カル族のものに間違いない。まさか青い炎。これは聖火なのか。いや、そんなはずは。ここからだ。ふっ、とどめだ。いいぞ、光。ガルロロロロロロ。カバラペコだ。ガルロロロロロロ。ガルガル。
行開始。見せろ。やれ。よし。いざ。いいでしょう。さて。行くぞ。よっ。飛行開始。受けてみろ。勝算はある。悪くないアプローチです。これは手記か。バドスは信頼できる。彼は最後の同胞であり、我がしもべだ。一連の事件の犯人、建築士バドスの名が。何か手がかりがあるかもしれない。手記の主はカル族のようだ。彼らに月影教は何をしたというんだ。これは人骨。どれも打撃痕があり、ひどく変形している。それに周囲の黒いシミ、おそらく血痕か。むごいな。この人骨たちは奥に行くほど数を増している。行ってみよう。見えてきた。ここで起きたことが。真実は炎の中に。数十年前、この遺跡でカル族は虐殺された。月影教の先導者なる者によって。ここに何かがある。三日月の首飾り。カル族のものではない。これはおそらく彼らを襲った者たちが落としたものだ。この壁画は？
カル族はまるでこの壁画を守るように倒れている。この壁画は彼らにとってどんな意味が？壁画には文字も書かれているな。かつてこの地に招かれざる者が訪れた。大魔術師ダーケスト、彼は夜を招いた。夜は魔物を連れ、魔物は人々を喰らった。絶望の中、ただ一人立ち向かう者がいた。その名はカル。清き心で青き炎を灯し、彼の地に夜明けをもたらした。夜の力は七種の里に眠る。黒の儀式によって呼び起こされるだろう。何者も近づいてはならない。二度と夜を招いてはならない。青き炎を守るために。我らは英雄の意志を継ぐ。青き炎をお守りし、カル族なり。彼らはこの地の青い炎を守っていた。夜なるものから。手記に綴られていた掟とは、カル族に伝わる禁忌、夜を呼ぶという儀式のことか。儀式とは？手記に手がかりはないか。この言葉は、教皇殺害から始まった連続殺人は、夜の書のページとやらを集めるのが目的だった。だとすれば、この手記の主が事件の黒幕だ。そいつがバドスを操り、ページを持つ者たちを殺させた。どうやら真相に近づいてきましたね。あなたたちは罪深い。昔町で火事が起きて、多くの人が焼け死んだ。その時、主がおっしゃったの。
炎を祀る一族の仕業だと。炎は災いを呼ぶ。それが月影教の教え。みんなは主を信じた。ただ信じたのよ。そして町中の人間でカル族を虐殺したですね。本当は分かってた。私だけどみんなで口をつぐみ隠してきた。ごめんなさい、ごめんなさい。あなたの主とは何者だ。虐殺を先導した月影教の先導者とは。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。やがて夜迫る。何？あの方はそう教えてくださった。やがて夜迫るは月影教の教えだと。ええ、だけどどうか神の裁きを。罪をあがないたいのなら自分でなさい。やがて夜迫る。教皇が残した言葉はカル族ではなく月影教のものだった。そしておそらく夜の書の失われたページに記された一節でもある。月影教と夜の書は深い関わりがありそうだ。教皇はこのつながりを伝えたかったのだろうか。一連の殺人の裏に大きな影が潜んでいるらしい。あの手記の主を突き止めなければ。その答えをおそらく建築士バドスが知っている。やはり審問する必要があるな。彼が拘留される聖堂機関本部へ向かわなければ。真実を明かすために。
ここがストームヘイル、聖堂機関の本部のある町。こんなとこまで手紙の返事を送ってくるなんて。ミントさんは相変わらず律儀な人ですね。テメノスさん、お元気ですか？こちらはようやく事件の調査が落ち着きました。教皇を思い出してたまに胸が苦しくなりますが、みんな前を向こうとしています。お手紙嬉しかったです。次は聖堂機関本部へ行かれるそうですね。喧嘩とかしちゃダメですよ。テメノスさんはあの人たちと仲が良くないから。疲れたらいつでも帰ってきてくださいね。テメノスさんの明日が良きものになりますように。ミント、手紙でもおせっかいだな、ミントさんは。しばらくは帰るまい。とやかく言われそうだ。さて、仕事だ。聖堂機関本部へ赴くか。建築士バドスの審問に。渋垣をつつかぬカラスたちの巣か。いつ見ても陰気な場所だ。どいてくださーい。申し訳ありません。お怪我は。ええ、ありますよ。これは重傷ですね。あれ?テメノスさん、ここにおいでということは、建築士バドスの審問に来られたのですね。ええ、そうですよ。君は何をしているのかな?実は寝坊して遅刻を。それで急いでいたと。侵入のガクトですか、君は。では遅刻の理由は上官にこう伝えましょう。異端審問官の突然の来訪を出迎えたと。しかしそれは虚偽の報告になります。人はそうやって大人になっていくのですよ、クリック君。子供扱いしないでください。さあ、私が片棒を担ぐと言っているのですから。そういえば、なぜテメノスさんが協力的なんだ。何か裏があるに違いない。人を疑うのはよくありませんよ。
やはり僕にはできません。遅刻の罰は甘んじて受けます。チッ、借りを返し損ねましたか。借り？で、建築士バドスはその後どんな様子ですか？それが、僕もしばらく完治していないんです。僕は本部までの移送を護衛したのみでしたから。本部のどこかに収容されているはずですが。では、面会を取り計らってもらえますか？どうもあそこの人たちとは馬が合わないのでね。お任せよ、テメノスさん。クリック様、ご用でしょうか。教会本部から異端審問官がお越しだ。先日移送されてきた建築士バドスとの面会を頼む。お待ちを。申し訳ありません、記録がないようです。バドスという名はどこにも記されていません。なんだって？もう一度調べてくれ。何かの間違いだ。何度も確認しました。記録簿に誤りはありません。そんな、どういうことだ。クリック君、出直しますよ。君は確かに彼を送り届けたんですね。間違いありません。では青銅機関が記録を消したのでしょう。何らかの理由によってね。そんな、ありえません。神の使いが真実を偽装するなど。では、その神とやらが望んだとしたら？なんですって？主を冒涜なさるのですか？真実は自らの目で見極めるものです。神だからといって、むやみに信じてはいけませんよ。あなたって人は！君が信じるものが今揺らいでいます。真実を知りたくないですか、クリック君。機関を調査しましょう。私と手分けをして。協力してくれるなら他の記録がないか調べてください。私は周辺を調査してきます。ではね、クリック君。
結婚か。示しているようだ。この先に探し物があると。そして危険に踏み込んでいるともね。何者だ？なるほど、来た理由は察しがつく。大方、私を消しに来たというところでしょう。テメドスさん！クリック君。よかった、無事のようですね。あなたには青銅騎士がついているんですから、もっと頼ってくださいよ、神の剣を。言いますね、新人君。その風土、青銅機関のものだな。誰だ、姿を現せ。深追いは危険です。しかし借りが二つに増えましたね、クリック君。いいですよ、借りなんて。首都は決別したのですか？僕は死を信じたい。でも、礼は言っておきましょう。ありがとう。さあ、先へ進みますよ。探し物があるはずです。バドス、なぜ？邪神Bでのしもべの哀れな最後ですね。フリック君、調査はいかがでしたか？青銅機関内部の記録を探りましたが、どこにも
彼が来た記録は残されていなくて。なるほどなるほど。クリック君、この事件の背後には黒幕がいます。そしてそれはどうやら青銅機関の人物らしい。そんなこのしもべは利用され消されたのでしょう。嘘だ。僕は信じません。青銅機関が、さてね、自分で探すことです。信じるに足るものなんてそうは転がってませんけど。あなたは神さえ信じない方です。きっと世の中すべてを疑ってかかるんでしょうね。まあそれが仕事なもんで。僕の家は没落貴族ってやつでした。他を奪い踏み台にして生きるよう親に育てられました。でも僕はそれが人生だなんて信じたくなかった。そんな時ある異端審問官が訪れ、君の心には清き炎がある、うん、初めて信じたいと思うものに出会えました。そして僕は家を出て聖火教会に入ったんです。世の中理不尽ばっかりですけど、自分の信じたことくらいは貫きたいなって。世の悪を叩き切って弱き者に手を差し伸べる、そんな剣に。いいんじゃないですか、そういう青臭いのも。笑わないでくださいよ、テメノスさん。僕は本気ですから。君が出会った異端審問官の名はロイですね。ご存知なので。何やら不思議な縁を感じます。そういえば君と彼はどこか似ている。彼も正義感に燃えてバカみたいに正直な人でした。私の前任の異端審問官でしたが、教会内部の調査中に帰らぬ人となりました。教会は何かを隠している。とてつもない何かを。それが彼の最後の言葉です。私は教会に不信を抱き、真実を暴くと決めました。彼の意志を継いでね。この旅の最終目的は黒幕を見つけ倒すことではない。
真実を白日のもとにさらすことです。長い時をかけてその真実を追ってきました。そしてあと少しです。僕にも分かってきました。青銅器官は何か大きな進歩ですよ、クリック君。真犯人は何者なのか、もう一度事件を整理しましょう、テメノスさん。いや、今日はもう休みましょう。いろいろあって疲れました。それにこの怪我、さっきの襲撃で受けたものですね。これは無茶はしないことです、クリック君。君ももう危険に踏み込んでいるんですから。わかりましたよ、テメノスさん。きっと一人で考える時間が欲しいんですよね。君にしては鋭い。おやすみなさい、テメノスさん。おやすみ。バドスは教皇、薬師、学者を殺した犯人に間違いない。だが問題は、彼の裏に黒幕がいたことだ。そいつを見つけ出さない限り事件は終わらない。手がかりは、静かなる黄昏に身を任せる。光は消えゆく。あの言葉、調べてみるか。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。夜の書の一節だ。本部の中にこんな隠し書庫があったことにも驚きだが、なぜバドスはこの書の内容を。わからない。でもこれが事件を解く鍵になるかもしれない。テメノスさんに知らせなきゃ。
この事件の黒幕。夜の書のページを集めるため教皇たちを殺した人物、果たして何者だ。何か見落としているのかもしれない。もう一度聖堂機関周辺を調べてみるか。てめえのせい。人だかりができているな。何事だろうか。なんてことだ。聖堂機関のお方だろう。ああ、神よ。失礼、通してもらえませんか。なぜ。でも何か握っている。書物の切れ端。道を開けろ。引け。見せ物ではない。注意。何をしている。貴殿もだ。早く行かれよ。彼は私の友人です。私も捜査に協力を。貴殿がいて何の役に立つというのだ。自重なされよ。クリックか。君が掴んだ手がかり、無駄にはしません。そこに至るまでの道のりをたどらせてもらいます。真実は炎の中に。昨日の君の行動を私もたどらせてもらいます。さあ行きましょう。
クリック君はまずこの図書館で調べ物をしたようだ。だがここに命を狙われるほどの何かがあったとは思えない。ここで手がかりを得た後、どこか別の場所へ向かった。この本だけ逆さに収められているな。天と地の創造か。特に気になることはないが、おや、本棚の奥に何か書いてある。地にとらわれるな、天を見よ。偶然にしてはできすぎているな。テントやらを調べてみよう。さて、天を目指してきたわけだが、これは何かの仕掛けか。どこかの錠が開いた音がしたな。隠し扉。この仕掛けに気づくとは、すっかり一人前になっていたのですね。クリック君、見てきますよ。君がたどり着いた真実を。いいでしょう。この行くわよ。オノイス、さあ行こう。パスパス、針ができましたね。ここからだ。行くぞ。私の獲物だ。私の番。さあ、ついに改めなさい。運試しですよ。ありがとう。ロピ。立ち止まるわけにはいかない。私の番ね。
ちら。富国の誇りとともに。相手になろう。行くぞ。ごめん。いや、やれ。私の獲物だ。行くわよ。えい。さあ、行こう。え？やだ。ここからだ。どうしよう。やあ。やあ。いいでしょ。この気で行きますよ。運試しですよ。ごめんなさいね。かかってこい。私の獲物だ。私の番に。オノイス、眠ってなさい。行きます。そうですか。オッケー、テブドリャーガオオノイス、ここからだ。まだまだだ。無茶じゃダメ。行くぞ。
ましょうか。さあ、行こう。運試しですよ。ごめんなさい、セメノス。私の場合、傷を癒したマクシャッシー。こちら。世辞はいい。剣が錆びる。どうですか？いっといで。行くぞ。富国の誇りとともに。これは禁書の数々。これだけの事実を歴史から消し去り、制度機関は何をしようとしている。ここまで嗅ぎつけたか、教皇の犬め。クリックは知りすぎた。愚かにも貴様に加担し知恵をつけたことで夜の書までたどり着いてしまった。故に消されたのだ。あのお方、じきじきの手でな。お前は誰だ？なぜ僕らの邪魔をする？姿を見せろ、卑怯者め！な機関長、なぜ？クリックよ、貴様は有能な部下だ。だが少々有能すぎた。くっ。神に背いた罰を受けろ。黒幕はカルディナか。助手と同じように。
トリックはなかなか手強かったぞ。カルディナ様が手を下すほどだったのだからな。だが愚かだった。正義感に駆られ神に背くなど神罰だよこれは。カルディナはどこだ。らしくないな。目が血走っているぞ。悔しいか。可愛い女子を殺されたのが。カルディナ様は使命のためここを立った。貴様がそれ以上知ることはない。もういい、口を閉じろ。神の使いとやら。カルディナ様から仰せつかっているぞ。犬をしつけておけとな。口を閉じろカラス。はっ。私の獲物だ。いざ。使わせてもらう。どうしようかしら。はっ、これ。行きますか。このやれやれ。それ。さあ、行こう。おしと。任せろ。違う。騒ぐ。銀河。さて。突撃弾。こちらの番だな。俺が相手だ。どうしようかしら。突撃弾。ここからだ。私の獲物。ガオガロロロロロロ。生活
身の見業で食いしまえ。ごめんよ。おしっと。ほらほら。行くわよ。えいっ。よっ。まだだ。師匠に怒られる。傷を癒した。ありがとう。私の傷を癒したまつ。よっ。こちらの番だな。これでどうだ。世辞はいい。剣が錆びる。お前の主はあの書を使い夜とやらを呼ぼうとしている。そうだな。答えは地獄へ落ちろだ。地獄へ落ちる前に罪をあがなえ。クリック・ウェルズリー。神の使徒の魂は永久に不滅。その剣を収め安らかに眠らぬこと。聖堂騎士か。
新人だがな。成果を貶めるボートめ、悔い改めろ。さ、着きましたよ、子羊くん。恥ずかしい呼び方はやめてください。僕の名前はクリックです。覚えてくださいよ。テメノさん、後ろに下がってください。僕がお守りします。心強いですが、守られてばかりもいられません。あなたは神さえ信じない方です。きっと世の中すべてを疑ってかかるんでしょうね。ずるいですよ、クリック君。私に歌詞を作ったまま去るなんて。でも借りは返しますよ、必ず。落日の遺跡にあった式の主はカルディナに違いない。だとすれば彼女の行き先は七種の里だ。カルディナは夜の力なるものを解き放とうとしている。儀式を止めなければ。クリック君、見ていてください。君の分まで私が教会の暗部を暴き、カルディナを止めてみせます。